今回ですね、チャンネル登録者数が1万人を超えたので、YouTube Japan の方から連絡が来まして、YouTube Creators か、こちらの方から連絡が来まして、これ見てください。下から3番目なんですけど、みんなチラチラしてますよね。久保哲郎様のチャンネルで自己診断が利用可能になりましたっていうふうな連絡が来ました。いや、1万人になると、こういう世界が広がってるんだなと思いましたね。1000人を超えた時も新しい世界が広がって、まあ、1万人をね、超えた時もこういう風に新しいステップに進めるのかなと思ったらちょっと助かります。で、どういうことかというと、自己診断を利用することで動画の収益化を自分自身でさらに細かく管理できるようになるってことなんで、収益化がさらにね、具体的になるってことなんですよ。ですんで、1万人のチャンネル登録がなかったらこれは使えないんで、広告の単価が違うってことなんですよね。これちょっと再生してみてみたいんですけども、いいですかね。ちょっと再生してみますね。Hey creators, as you likely know, YouTube relies on a combination of machine learning and human input. なるほど。はい、後で見ます。すいません。動画の評価にご協力ください。アップロード動画に緑色のドル記号が表示されるか、黄色のドル記号が表示されるかを判定するために、いくつかの質問にお答えください。動画をどのように自己診断してよいかわからない場合、評価を控えめにつけ、迅速な審査をリクエストします。YouTube ではケース担当者を割り当てますということですね。で、正確な評価。ブランドイメージを損なう恐れのあるコンテンツを正確に報告すると、チャンネルの正確性、評価スコアが上昇しますということなんで、何でもかんでも自分に有利なようにやるなってことですよね。で、自己診断が正しく行われていれば、徐々にクリエイターの入力内容が優先されるようになります。つまり、動画の評価と全体的な収益化はクリエイターの手にかかっているということなんで、責任が重大になってくるなということですよね。で、広告掲載に適したコンテンツのガイドラインはこちらをご覧くださいと書いてますよね。ちょっとこちらをご覧いただきましょうか。どう書いてるのかな。あ、これですね。見たことある、見たことある。へー。で、こういうふうに 不適切な表現というのは非常に曖昧ですけども、これはダメですよとかね、だから釣るだけのタイトルはつけないでくださいってことなんですよね、きっと。で、あとなんかこう公序良俗に反するものとかあるんじゃないですかね。暴力的なものとか、アダルトコンテンツ、有害危険な行為とかね、爆破をするとか、脅すとか、なんか高いところから物を落とすとかね、差別的なものはダメ。炎上的なものとか、侮辱的なもの、これも私もやったことないんですけども、ドラッグもダメですよね。タバコもダメ。銃もダメ。ああ、なるほど。じゃあ、モデルガンみたいなのはダメですね。物議を晒す問題やデリケートな事象。まあ、それは、人の心にとプライベートな問題とかですよね。ファミリーコンテンツに含まれる政治向けのテーマ。うん、これもやっぱダメでしょうね。まあ、ちょっとね、でも細かいところは分からないところがありますけども、このリンク先を見て勉強していくしかないかなと思います。あ、ここに書いてますね。不適切な表現とか。ああ、なるほど。これしっかり読んでいかないといけないですよね。利用規約なんで。やっぱ1万人のチャンネル登録を持ってるってことは、それなりの影響力があるっていうふうに自覚しなければなりませんから、知っておくこともね、すごく大事になってきます。まあ、ある意味 YouTube って仕事でやってる面がね、否めないですから、仕事にはやっぱり、ルールを守る義務も生じると思うんですね。この辺見ていかないといけないかなと思います。この詳細ってのも見ていいですかね。あ、これか。177万人も言ってるんだ。はい、このぐらいのヒアリングだったら私もできるんで、聞かせていただきます、後でね。はい、ではこういう風になってますんで、具体的にはどういうことかっていうのをこれからやっていきますね。具体的にはね、ちょうど今アップロードしようと思ってる動画がありますんで、こちらのアップロード画面に移ります。はい。で、こちらのね、どれだ?これか。この動画をね、アップロードしようと思ってたんですよ。プロデュースゼロってやつ。ここに行きますね。はい。はい、乗っけました。じゃあ、この動画についてなんですけども、タイトルがですね、これです。これなんですよ。日本でコロナによる死者が少ない理由を解明した N スペって書いてますよね。で、サムネイルが、これだな。で、あとは、参照記事を、あ、矢印逆だ。参照記事の URL を、これ引用でね、載せておくってことになります。この次が違うんですよ。こう次行くと、まず収益化の選択をするように迫られますんで、これをね、オンにします。で、完了を押すわけなんですよ。で、それぞれの広告が全てつくようになりますよね。はい、これで OK。次行きます。で、次です。不適切な表現はありませんか?と。うん。はい。ありません。アダルトコンテンツありませんか?ありません。暴力もありません。危険な行為もありません。何にもありません。これ以外です。だから、広告をオンにしてくださいってことで、ここで嘘があったら、
私の動画は信頼性を YouTube に対して失うってことになりますので、きちんとね、動画の作り方も注意しなければならないということですよね。はい、動画の要素ですね。じゃあこれでいきましょうか。これなんでしょうね、終了画面の追加とか、この辺はまだ私できないってことなんですかね。カードの追加とか終了画面の追加はまだ私はできないっていうことなんでしょうか。これは分かる方がいたら教えてください。次へ。で、動画の公開設定ですけども、当然これ一般公開の動画なんで、こちらに付けさせていただきます。スケジュールを設定して公開日を設定することもできますけども、私の場合は即あれですね、公開ですね。では公開ボタンを押します。はい、あとはSD が完了するのを待つだけということになります。以上でございますけども、ちょっと手順がね増えたでしょ。なんか YouTube クリエイターっぽくなってきたのかなと思います。きっとね、憧れの10万人登録者、100万人登録者の皆さんも、きっとこの1万人というところを通じていったんだと思いますから、私もね、同じ方向に向かってちょっと頑張っていこうかと思います。お力をお貸しいただければ幸いです。では、ありがとうございました。